半魔家の本家の半魔岩尾先生です。ですね、YouTuber でやってて、話しててね、誰も聞いてる人がいないってね、会話してないというのは結構多いですね。私の場合はね、人間全員、聞いてなくても、宇宙にね、生物って宇宙全体で生きてるんですよ。で、宇宙生物と話せるわけですね。で、またいろんな多くのね、人間よりか友人がたくさんいるわけですね、宇宙にね。で、宇宙生物っていうのは、まあほとんど集まったバクテリアみたいなのばっかしですけども、集まれば頭いいんですよね。それとつながりが多くあるわけですね。そうね、YouTube で話すんだけども、話す相手が誰もいないで話すっていうのはちょっとおかしいですね。ね、で、仲間入れるっつったらこっちの、パターンで話してもらわないと間違いなくね。そういうことだわけですね。私に仲間がいないからって、本物の貴族だからね、私ね。人間が嫌ってるだけだけども、宇宙にはもうたくさん無数に友人もいるわけですね。人間にはいませんけれども、ね、人間の上の生物だと、知能の生物であるということを教えてますけども、そういうことですね。だから YouTube で話してて、相手がいないのに、相手と話がいないのに話したって何もないですよ。で、相手がいないのに話したってしょうがないでしょ。聞いてる人がいない。人じゃないけどね、私の場合ほとんど宇宙生物ですけど、人間よりか賢い宇宙生物にね、相談しながら話すわけですけども、で、話して聞いてもらってるわけですね。だから、その人間に聞いてくれるしなかったら、その人間に話を聞いてくれてる仲間と一緒にくっつきついて YouTube に出ないといけないんですね。私の場合は人間いなくてももっと人間よりか多いんですね、仲間がね。宇宙生物っていうのが多いわけです。で、宇宙生物って知らない人は多いかもしれないですけども、ちゃんとテレパシーでね、つながってまして、ね、生きてるんですよ。で、生物って宇宙全体で生きてるんですね。その仲間がいなければ話したって誰もいないわけですよ、仲間が。聞いてる人とか、応対して、話してて応対できるような人ですね。それがいなければ全然何かなっていう感じになりますね。それはいなければね、宇宙生物にもいなかった、人間にいなかったらね、宇宙生物になるんですけども、両方ともいなかったら、何話してんのかって言ってうるさいっていう感じになっちゃうでしょ。ね、後で録画聞いてくれて内容でね、頭ただ人間たちはそれで満足かもしれないですけども、宇宙生物がおかしいなと思うわけですね。人間にも話してない、宇宙生物には話してない。人間たちは無関心で全然平気でいると思います。知能が低いんで。ね。じゃあ誰に話してるのかということですね。一番大事なのは聞いてるのは人間よりか宇宙生物なんですね。で、人間の反応とか動きを聞いてるわけです。それが大事なんですね。人間よりか宇宙生物の方が多いわけですよ。いや、世にね、話したりとか。で、ないと、ちゃんとした話もできないし、人間だけの頭だけで、100億人だけの頭じゃ、全然知能は低いから、ね、話にもならないわけですよ。人間たちはそれで全然満足かもしれないですけども、
多くテレビに出たりするのは人間たちだけじゃない、よりか宇宙生物に伝えるという話をするということが根本なんですね。人間全く無視しても平気なんですよ、正しいことやってればね。まあ、ここら辺ね、ちょっと説明しました。